スカンジナビスカ・エンスキルダ・バンケンは、スウェーデン・ストックホルムに本社を置く銀行。スウェーデンの主要銀行の一つである。商業銀行としての側面に加え、資産運用や生命保険業務も取り扱う。ナスダック・ストックホルム上場企業。SEB の前身は1856年、バレンベリ家のアンドレ・オスキャル・バレンベリにより、ストックホルム最初の民間による銀行として、 設立されたストックホームズ・エンスキルダ・バンクである。1915年に同社は中心街のクングストレードガードスゲーテンゾイに本社を移転、1972年にスカンディナビスカバンンと合併し、現在の名称となった。1990年代にスウェーデンの金融機関は深刻な不況に陥るが、SEB は公的資金投入を受けることなく不況を 国福、1996年にインターネットバンキングを開始、1998年、トレードネームを SE 番ン,ンから現在の SEB に変更した。2000年にドイツの BFG 銀行を買収、さらに年末までにエストニアのイエスティウィスパンク、ラトビアのロットビアスユニーバンク、リトアニアのビルニウスボンクスを一挙に100%子会社化した。 2001年にスウェーデンの大手銀行であるスウェードバンクとの合併交渉が行われたが、強大化を問題視する欧州委員会の介入により阻止された。その後2010年、BFG 銀行をスペインのサンタンデール銀行に売却するが、現在まで SEB はスウェーデンとバルト三国を主な地盤とし、ニューヨークやロンドン、香港などの国際拠点を維持している。 ありがとうございます。